NFT が売れるとか、そのゲーム内通貨がコインとして取り出せるとかっていうのが、まあ、ちゃんとこう法律守った中で展開できる世界観って、普通にめちゃくちゃ面白いし、それがしっかり市場として成立するんであれば、100%市場があるというふうに思ってるんですよ。ビジネスオタクチャンネル、本日はテクロスコイン娘、つつさんに来てもらいました。お願いします。辻さん、もう公私ともに非常に親しくさせていただいておりまして、私の知り合いの中でも最もアクティブかつクレバーで尊敬している、経営者の方に来てもらっておりますので、ありがとうござい今日まはす。辻さんに根掘り葉掘りいろいろ聞いていけたらなというのを思っております。で、最初に辻さん、簡単に私から紹介させていただきますと、東大卒からの学生企業ってことで、で、テクロスはですね、ゲームの事業等をやってるんですが、社員300名。ゲーム売上は100億円超えというところで、現在はですね、コイン娘というブロックチェーンゲームのプロジェクトにチャレンジ中ということでなっておりますので、辻さん、今日はいろいろ聞かせてください。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。じゃあ、まずはですね、辻さんの、学生企業なのであまりキャリアっていうのが、ないかもしれないですが、辻さんのキャリア含めて、自己紹介よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。辻と申します。大学中に、今の会社を作りまして、もともとですね、弁護士を志望してたんですけども、ロースクールをですね、受けるか受けないかっていうときに、ちょっと自分、弁護士としてのキャリアを歩むのは向いてないかなっていうのを思い出して、いろいろこう、起業家の方のお話とかを聞いていく中で、自分も起業したいなっていうふうに思って、で、ネットマーケティングっていうですね、お見合いというプロジェクトを、やってる会社で、最近、ベインキャピタルに、MB をしたのかな、会社で、インターンさせていただいていて、で、そこから、今の会社を作って、で、一番初めはですね、学生企業だったんで23歳で、本当その、右も左も分からない中、初めネットマーケティング社の中で、やらせていただいていた、アフィリエイトのメディアの運営を、うちの会社にこう、受注させてもらうというか、受託で運営させていただきながら、ちょっとこうお金をもらって、その後、システム開発とかの事業をちょっと、知り合いのエンジニア捕まえてきてやったりとかして。で、そこから、ゲーム事業、3年目ぐらいですかね。2年ぐらい、2、3年ぐらいちょっとこう、いろんなことをやってて、で、3年目ぐらいからゲーム事業を、着手しだして、今15年目なんで、12年ぐらいかな、ゲーム事業をやっております。で、DMM.com という、プラットフォームで、一応一番、シェアを持っている会社になりまして、それが、本当にその、新規事業の鉄則なんですけども、伸びる市場にいたら、そのままこう上がるっていうのは本当に体感としてありまして、僕がゲーム事業始まったのが2011年とかだったんですけども、その時ですね、ちょうどモバゲー、1年2年か、モバゲーグリードがすごい調子がいい時で、DMM さんが新しくゲームプラットフォーム作るって言っても、誰もこう、ゲーム出してくれないっていう中で、たまたまその、お声掛けをいただきまして、そこから本当にもう何本も作って作ってで、そのうちこう、ノウハウが溜まって、体制ができて、で、ヒットが生まれてっていうような形ですね。今、DMM さんはその日本で一番大きなゲームプラットフォームなので、その中で一定のシェアを持ってやらせていただいていて、そのゲーム事業としては安泰なので、そこから今、新しい事業をいろいろ展開しておりまして、その中で私はブロックチェーンゲームの方にもチャレンジしているというような形になります。で、もう辻さんと、あとウィリゲート代表、小島、私もだいぶ長くて、もう10年前後ぐらいの時からのおそうです付き合いね。もうです本当ね。に、一緒に、お仕事させていただいたことも何回かあって、本当にもう、公私ともどうもお世話になってます。余談ですが、私も実は小さい頃、弁護士になりたくてですね。で、ただ、東大文一が難しすぎて、僕結局、文に落ちて慶応に行ったっていう感じだったんで、もう辻さん、文一なんかめっちゃすごいなと思いました。分離もしますからね。僕も本当にもう死ぬ気でやりました。得意じゃないというか、周りもっとすごいのを本当に感じてたので、途中で弁護士になっても多分これは 時間かかるし、大変だなと思って、ちょっと諦めちゃったんですけど。あと余談ですが、ネットマーケティング宮本さんも、ビジオタチャンネル出ておりまして、過去動画も、ちょっとここら辺に、映しておこうかなと思いますので、そうですよね。お洋さんには本当すごい、もう学生の時はお世話になってまして、もう本当恩師ですね。ありがとうございます。じゃあ、その中で、テクロスさんがもう300名規模、売上100億円超えっていうところなので、改めて、テクロスさんがちょっと急成長していった、秘訣みたいなところもお伺いできたらなと思っております。ありがとうございます。で、先ほどお話したんですけども、本当、上りのエスカレーターに乗ったっていう、ところでして、当時、その、DMM、
ゲームズっていうプラットフォームが、できたばかりの時で、で、我々、新興の会社で、ゲームの実績なくてですね、私の、共同経営者が、ゲームすごく、好きだったので、彼がすごい今ゲーム作れるっていうところと、僕自身はその、むちゃくちゃその、オタクというかゲーマーではなかったんですけども、彼がそんなできるっていうところで、一緒にじゃあゲーム事業やろうっていう話になりまして、その当時は本当に、本当新しいチャレンジだったので、エンジニアがちょっと数名いて、で、ゲーム開発者が誰もいなかったっていう、本当誰もいなかったっていう中で、僕自身もいろいろこう、いろんなゲームやったりとか、いろいろ話し合って、ああだこうだっていうのを話して、初めはやっぱりスマホとか、初めはガラケーの時ですね、あったので、そんなにこう、やっぱゲームっぽいゲームじゃなかったので、自分たちでも一番初めはテンプレエンジンを買ってきて、見よう見まねで作って、で、今まで本当に、大小合わせて50タイトルぐらいですね、もう以上ですね、作ってきていて。50、50、なんか僕、15とか20タイトルぐらいなのかなと思ったら、50タイトルも出してる。ですね、社内で作ってるやつは10ぐらいなんですけど、その社外と協力して作ってるやつも結構あったので、僕自身がもう関わってるのはそれ以上ありまして、ただ全部もう僕がもう、契約の一番頭からどんなゲーム作るっていうのから予算とかからも全部決めて入ってるので、もちろん失敗したやつもあるんですけども、どういうタイトルがうまくいくとか、どういうタイトルがうまくいかないかっていうのがすごい肌感としてあるというか、そこはやっぱりもう経験をさせていただいたので、すごく良かったなというふうに思っていて、で、なかなかやっぱそんだけたくさんこう、ゼロからこれ関われる経験ってやっぱないと思うので、大体僕も初め当然分かんなかったですし、やっていく中で、もうこういう、そもそもスケジュール遅れんだなとか、予算ってこう結構、これぐらい、ないと足りないんだなとか、あとなんかこういう問題起きんだなとか、すごい肌感があるので、そこのノウハウが、今までだから一番財産かなというふうに思っています。で、僕もゲーム事業全然詳しくないんですけれども、例えば、なんかこう、キャラクターとかクリエイティブが命だとか、なんかやっぱシナリオだとか、結局マネタイズしないといけないんで、なんかマネタイズポイントの工夫とか、多分いろんなところが、こう組み合わさって、ヒット作が生まれるってところなんですけれども、なんかいろいろやってきた辻さんから見た、なんかこう、ゲームで、なんか、純粋にめちゃくちゃ楽しくても、やっぱ、事業としては売り上げ上がらないとダメだっていう中で、なんか何がポイントだったりされるんですか？これは結構新規事業とかとも一緒だと思ってるんですけども、やっぱ結局プロダクトってプロダクトオーナーが全てだと思ってるんですよ。で、そのプロダクトオーナーがちゃんと、プロダクト、ゲームでもそうなんですけども、に対して、向き合っていて、で、それが、ピントがずれてないかっていうのがすごく大事で、自分がこれがいいっていうものを、作ってもダメで、それがこう、ちゃんとその今の市場に合ってるかどうか。で、それがその、ですかね、例えばですけども、ガラケーがすごい、の時代に、めちゃくちゃリッチな、ガラケーのゲーム作っても、多分、全然売れなかったと思うんですよ。それもそもそも重いしとか。サクサク動くのが大事なのに、なんかめちゃくちゃクリエイティブこだわって、解像度めっちゃすごいけど、動かないとかって意味ないじゃないですか。確かに、なんか昔だったらひたすらチャリンコを走らせたりとか、この壁に当たらないようにうねうねさせるやつとか、結構シンプルなゲーム多かったです、昔。やっぱその時代に合ったものを作らないといけないと思っていて、難しいんですけど、時代のその、0.5歩先ってよく言うじゃないですか、なんかこう。それは本当そうで、このリリースするときに、ユーザーさんが、これだったら、面白いなっていうものをしっかり想像して、作れるか。で、それはもちろん自分が第一のユーザーであるべきですし、で、それがその、あさっての方向というか、確かにリッチなクリエイティブだけど、なんかそれ、ちょっとその、さっきの話で重すぎて動かないとか、そのニーズと合ってるかどうか、自分がその、このキャラがいいんだとかじゃなくて、そのちゃんとユーザー、その時のユーザーニーズと合ってるかどうかっていうのを、ちゃんとこう出し切れるかっていうところを、結局それってもうプロデューサーの、頭の中にしかやっぱないというか、話し合って決めるもんじゃないと思うんですよ。もう2人3人でどう思うって言って、多数決で決めちゃうと、全然こう、あさってなものができるので、しっかりとその、プロデューサーがプロダクトに向き合って、最適なものをこう、出せるかっていうのがやっぱりすごく大事なので、もちろんそのクリエイティブも大事だし、社員も大事だし、全部大事なんですけど、そのタイトルが、何を大事にしてるかっていうのがやっぱ、
大事ですかね。今のユーザーさんってすごい、こう、まあ、飽きっぽいし、いろんなコンテンツが無料であるじゃないですか。で、その中に、じゃあ0.5歩先、そのリリースするのって、まあ、1年後とか2年後だったりするので、その時に、まあ、こういうものが受け入れられるなっていう想像をして、ここがすごい、要するに、例えば、もう、シナリオがすごいリッチなんだとか、なんかわかんないですけど、キャラクター性が新しいんだとか、なんかその、何かしらやっぱこう、センターピンじゃないですけれども、それをしっかり持って、その仮説を持って、まあ、自分がイメージするものを、まあ、2年後とか1年後にこう出すっていう作業なので、で、それをしっかり、まあ、プロデューサーがやりきれるかどうか。で、それをやりきれる人に、まあ、しっかりお金が集まって、権限が集まって、出しきれるかどうかっていうところなんで、で、僕自身はその本当に、そこを予算をずっとも管理してきたというか、まあ、最初3000万とか4000万から始まって、最後10億ぐらいまで、予算全部そこで入れるかどうかっていうのをこうやってきたので、まあ、その感覚値が結構溜まってきたなというような感じです。じゃあ最初は1タイトル作るには3000万、5000万みたいなところが、最終的には1本10億みたいな形になってくるってことですまあ、10億以上かかるんで、やっぱり。やばいですね。本当、なんか、映画とか、なんか、なんかアニメ作品作るとかも、そんくらいの、なんか、ビッグプロジェクトみたいな感じになってる。そうですね。だから結構ゲーム大変じゃないですか、そういうのっそうて。ですね。大変ですね。なるべくお金かけずに、もっとその数億ぐらいでできる内容。で、我々とその、まあ、共同タイトルというか、一緒にこう、お金出し合ったりもしてるので、それにそのさに、まあ、マーケティングの費用とかも買ってきますし、そういうのをこう、うまく分担しながらやってるんですけど、まあ、やっぱ結構ゲーム事業、今、スマホゲームの市場自体は、結構厳しいですよね。ヒット出にくいですし、海外からのゲームも出ますし。はい。っていうので、まあ、ブロックチェーンゲームやってる会社は、まあ、かなり、ソーシャルゲームの会社もかなり多くの会社さんがブロックチェーンゲーム今やってると思うので、はい、そういったところで私もチャレンジしてるというような形です。ちなみに0.5歩先をやっていくためには、やっぱりこう一通り、なんかこれは新しいとか、流行ってるみたいなゲームに関しては、一通りもプロデューサーの人とか、辻さん自らもなんか結構触ってみるみたいな形で、いろいろ試していくって感じなんですか？よく言うのが、考えてるのが、今、例えばこれぐらいの水準とするじゃないですか。で、ちょっと上出しても、もう全然響かないんですよ。当たり前ですけども。でも、やっぱりその大きく上をいく、なんだろうな、2D のキャラクターがすごいちょっとおしゃれするみたいに、3D ゴリゴリみたいなものをいくか、それか、もう全然違うものなんか、あ、そっち来たみたいな、例えば一芸みたいな、そのポケモン GO みたいな、あ、そういうのねみたいな、こういかないと、やっぱもう同じような、感じになっちゃうので、まあ、歴史で言うと結構これよく言われてるんですけど、まあ、スマホゲーの歴史って一番初め怪盗ロワイヤルから始まって、それがこうリアルタイムでこう物を取り合うみたいな、これすごい新しいじゃんみたいなことが始まり、そこにこうキャラクターを入れたガチャとキャラクターみたいなのがドラゴンコレクションっていうゲームがあったんですけど、そのガチャでそのモンスターゲットして奪い合うみたいなのが新しいみたいな。ね、その、ドラゴンってこうビックリマンチョコみたいなこういう、なんですかね、簡単なやつだったのが、めちゃくちゃクリエイティブリッチにした進撃のバハムートみたいなやつがあったりとか、そこギルドっていうのを入れて、なんか何時にこう集まってギルドで対戦するみたいな、ギルドバトルみたいなのが流行ったりとか、そこからこう、スマホゲームの、歴史になって、そのバトルの部分ポチポチだったのをパズルにしようってパズルを埋めたりとか、そこを、さらにソーシャルというか、4人同時でやるようにしようって言って、学校で集まれるような、感じにしたのが、モンストですし、そこから、もうキャラクターとクリエイティブをすごい一致にしようってしたのが、フェイトグランドオーダー、FGO ってゲームなんですけど、そこを、まあ、こだわって作られたゲームだったりとか、それをさらにリッチにしたのが、まあ、娘ショッキングとだったりとかするんですけども、まあ、そういうこう、まあ、斜め上なり、こう、すごい、こうバンって上げるなりっていうような、ものがちゃんとできたときに、まあ、ヒットが生まれるっていうような感じの、今からですけども、スマホゲームってなかなかそれ、結構厳しいんで、今だともうめちゃくちゃリッチなゲームいっぱいあるんで、まあ、なかなかその大ヒットは、かなり生まれにくいなっていう環境の中、まあ、ブロックチェーンゲームって全然違う体験が、出せるっていうことを僕も思ってますし、いろんな方が思ってるので、今、かなり多くの方が参入しているというふうな、ふうにされています。普段辻さんにゲーム事業に特化してめちゃくちゃ掘り下げたことなかったんですけど、やっぱ辻さんめちゃくちゃゲームお詳しいですね。当たり前ですけど。はい、もちろん。それしかやってない。りがとうございます。はい。じゃあ、そんな辻さんが、満を持して、今回、恋娘の、プロジェクトのところを拘束したというところなので、ちょっと恋娘の誕生の背景みたいなのをちょっとお伺いできたらと思ってます。はい、ありがとうございます。で、僕自身、その、あの、まあ、えっと、ソーシャルゲームの、まあ、事業は、もちろんその今でもやらせていただいてるんですけども、まあ、その次新しいことをやっていかないとなっていうのはすごく思っていて、で、その中、まあ、ブロックチェーンゲームっていうのを知ってたのは2018年ぐらいに話は聞いてまして、まあ、多分視聴者の方は知らない。
方が多いと思うんですけど、マイクリプトヒーローズってゲームが実はですね、はい、ありまして、で、それが一応世界的に、まあ、世界一位っていう、まあ、実際世界一位のトランザクションがあったゲームなんですけども、はい、それ日本のゲームなんですよ。で、それをやられた方っていうのがもともと知り合いで、はい、まあ、すごいですね、みたいな話はすごい聞いたんですけど、言ってもやっぱ、スマホゲームからするとすごいちっちゃい市場だし、全然その、ビジネスと規模としては、まだまだ、まだまだっていうか、まあ、よくわかんないなというか、で、仮想通貨とかに関しても僕もその、結構損しているので、なので、もうよくわかんないもの手出さないでおこうと思って、たんですけども、その、2021年かな ?2002 年前ですかね、に、アクシーインフィニティっていうゲームが、ベトナムで大ヒットして、その時の8月のですね、アクシーインフィニティの、まあ、公開されている売り上げが400億円ぐらいだったんですよ。それで1ヶ月で400億円だと。意味わかんないじゃないですか。すごいです。で、もちろんそこからくりがあるんですけども、でもやっぱそれだけの売り上げが立ったっていうのって、やっぱすごいなっていうふうに思って、で、これはもうその、やっぱなんかちょっと手をつけておかないとなと思って、こういろいろこう調べ出したんですよ。で、そのマイクリプトヒーローズのプロデューサーの方とかもすごいずっと仲良かったので、お話しかしてもらったりとか、まあ、いろんなこう方にこう、お話しかしてて、当時その時 Web3 って言葉がなんか出て、NFT とかもちょっと流行ってた時だったんで、まあ、怪しい半分、まあ、その、興味半分みたいな形でこうお話を聞いてたんですけども、僕自身がそのブロックチェーンゲームやろうと思ったのは非常にシンプルで、はい、ゲームの体験に、お金的な体験、要するにその NFT が売れるとか、そのゲーム内通貨が、まあ、コインとして出せる、外に出せるとかっていうのが、まあ、ちゃんとこう法律守った中で、展開できる世界観って、普通にめちゃくちゃ面白いし、はい、それがしっかり市場として成立するんであれば、もう 100% 市場があるというふうに思ってるんですよ。これはもう皆さんが感じてるところで、そんなこう、言われてみれば当たり前の話じゃないですか。今そのゲームをやってて、そのキャラクターが売れますとか、その中で何かしらプレイして、結果的に賞金みたいなのが出ますとか、ちゃんと法律守った中で展開されれば、いや、こんなん市場があるに決まってるので、あとはそのちゃんと法律が守られた中で、仕組みが整備されて、あとかつは UI ですよね。その今だったらなんか取引所開設して、なんか日本の取引所作って、海外取引所作って、なんか日本人認証してみたいな、そんなめちゃくちゃややこしいんで、そういうのがまあ一切その割とこう、まあ、シームレスになって、例えばその、まあ、もうあるんですけど、LINE の LINE Pay に入ってくるとか、まあ、ペイペイで入ってくるとかっていう風になってくると、いや、こんなの絶対に、マーケットとして成立するので、ここ何年かかけて市場が整備されていくのかいかないのか、まあ、どれぐらい浸透するのかっていうのを、こう、各プレイヤーが、まあ、見ながらゲームを作ってるっていうのが、まあ、今の状況だと思っていて、で、自分自身も、まあ、そういう体験が絶対面白いと思ってるのが、さっきの話で言うと、まさに斜め上ですよね。今までこう、もう、スマホゲームの世界で言うと、もうリッチなゲームも死ぬほど出てて、そこからさらにこう、また全然違う体験になると思ってるので、これはまたヒットが生まれるなというふうに思って、ここに参入しているというような話です。確かに、はい、私も結構ポケモン GO 大好きで、結構、はい、やったんですけれども、なんか結構私もそれなりの時間を投下してしまったんですけれども、まあ、でもゲーム内でこう完結してしまってるんで、なんかそれがなんかまあ、プレイトゥーアーンじゃないですけれども、それがつながるんだったら、ね、なお良しというか、まあ、なんか楽しい上でお金ね、つながるんだったら本当になお良しだなと。なお良しですね。はい。もちろん。本当にそう。まあ、そこが本当にシンプルな、僕がそのブロックチェーンゲームをやろうと思ったきっかけですね。わかりました。はい。で、その中で、まあ、先ほど、アクシーインフィニティの話とかも出たんですけれども、多分皆さん、辻さんと同じような思いで、なんかプレイトゥーアーン的な世界観、かつめちゃくちゃ面白いゲームを作っていこうみたいな、はいはい、形でやっていく中で、なんかまあ、このブロックチェーンゲームの、なんかこう、業界全体のトレンドであったり、課題感みたいなものって、どんな感じなんでしょうか。ありがとうございます。質問の聞き方が素晴らしいですね、その話です。話したい方向に出てくる、ありがとうございます。まさにおっしゃる通りで、その、先ほどアクシーインフィニティの400億円のからくりっていうのが、まさにそういったところからなんですけども、はいはい、まあ、プレイトゥーアーンって言葉はすごくちょっと、まあ、一時期流行って、まあ、知ってる方もいるかもしれないんですけど、まあ、遊んで稼ぐっていうような考え方で、で、これやっぱ僕聞いたときに、まあ、変だなと思ったんですよ。その、っていうのは、その、やっぱ僕今までその商売やってきてて、稼ぐっていうのは、誰かしらが価値を感じてるから稼ぐわけじゃないですか。なんで、まあ、価値を感じて払うエンドユーザーの方がいるから、誰かしらが対価を得るっていう世界観の中で、はい、もちろん e スポーツとかでその、まあ、プレイをしてファンが課金するとか、でそれによってこうプレイヤーが、お金を得るとか、まあ、これはすごい分かりやすいですし、はい、そこに広告がつくとかっていうのは分かりやすいんですけど、はい、アクシーインフィニティってそうじゃなかったわけなんですよ、本当に。全員が、まあ、その
ポチポチしたら稼げるぜって言って、あの、お金をもらってたので、そんなことありえないじゃないですか。そうです。お金の手元はどこなんだみたいな話ですよ。ほんのおかしくて。で、それからくりはというと、その、まあ、これがやっぱ仮想通貨のすごいところで、まずキャラクターを売りますと。で、まあ、1万円で売りますと。で、まあ、3体揃えてください。で、3体で3万円ですと。で、その3万円で、まあ、1日プレイすれば100円ぐらい、まあ、その、300円ぐらい、まあ、稼ぎますと。それはそのゲーム内で、トークン、仮想通貨が稼ぎますと。で、それが、まあ、単純計算すると、まあ、100日で 3万円のを添えるわけですよ。で、やるじゃないですか。で、これが円とかドルだったら、あの、まあ、その、まあ、尽きるというか、その運営側もその、まあ、尽きるんですけど、あの、トークンって無限に発行できるんで、あのまあ、尽きないんですよ。その意味。尽きない。そうそう。なので、その3万円までは円でもらって、返すぎトークンで返しちゃえば、まあ、初めは100円、その200円、まあ、の価値があったんですけど、あの、それがこう、だんだんこう発行すればするほど価値が下がっていくわけじゃないですか。で、しかもその、あの、すごいのが、その、その通貨って、もちろんそのポイントを使ってレベルアップしたりとか、こう、できるんですよ。つまりその、初めはさらにこう、需要が増えるので、まあ、1日300円とも尋ねたら、1日3000円ぐらい稼げちゃうと。はい。そうすると、まあ、10日で回収できるし、なんだったら1ヶ月やったら3倍になるわけなんで、はい。さらにこう、すごいって思って、お金がこう、さらにこう集まったんですよね。それがすごい加熱し、加熱してて、はい、で、でもどっかの段階で、その、まあ、売りが入るというか、その、結局今の、あの、座組って、まあ、儲けたいっていう人がみんなバーッと来てるだけなんで、まあ、どっかでこう、それがピークを迎えて、もう下るときは一瞬ですよ、ドンって下るので、本当にそのトークンの価値が何百倍になって、何百分の1になったみたいなのが。チキンレースみたいな感じで、なんか、みんなどんどんやっていくけど、今が潮時だなと思ったら一気にみんな引いていく。そう、一気に引いていくってです。その2021年の1月に多分2、3000万だったんですよ、売り上げが。その、はい、アクシティに引いて。それがもう、8月に400億になって、でその翌年の、1月2月は多分、まあ、数億とかかな、ぐらいまで下がったりとか出たんで、まあ多分今はちょっと分かんないですけど、でそれって別に運営がこう別に悪いとかじゃなくて、そうなってしまったんですよ。まあ、あれは、アクシアはすごい、真面目にすごいゲーム作ってたんですけど、やっぱそれをこうハックする人らがいて、はい。で、その、そこにこう巻き込まれたみたいな感じもあるんですけども、はい。まあそういうことが生まれたっていう。はい。はい、やっぱり それをなんか少し悪用して稼いだろうみたいな人が集まってくると、運営が意図しない形で。そうですね。はい、加熱していってしまったみたいな。そうなんですよ。まあ、本当、仮に運営は純粋にゲームユーザーに、まあ、その遊んでほしいと思ってても、そこにこう、投機のお金が入ってくるので、はい、そうすると、その、まあ、例えば運営からすると、まあ、一人1万円払ってゲーム遊んでねっていう世界観だったのが、じゃあ俺1億払うわみたいなやつが出てくると、意味わかんないじゃないですか。アクシーってすごい真面目に何年もやってきてて、あのちゃんとこう今 e スポーツとしてやろうとしてるすごいいいゲームなんですけども、あのまあ、ちょっとそういうその、まあ、加熱してしまった時期が、まあ、でも逆にそれによってユーザー増えたので、あのそこを今またさらにあの、まあ、仮想としているので、やっぱすごいなと思うんですけども、でそういうことが、行われたと。で、まあ、そこで、まあ、プレイトゥアンっていうのが生まれて、でそこにさらに、まあ、あの日本だと、ステップンっていうゲームが、はい、聞いたことあります。だから歩くやつですよ。それは面白いじゃないですか。歩いて稼ぐみたいな、なんか、はい、なんか意味わかんないような体験なんで、それもその、なんか新しい価値観を提供していて、プレイするのだと、その、ポチポチだけども、歩くんだったら、まあ、損してもいいやっていう気持ちも生まれるし、その、はい、あの、で、しかもその、1日歩いたら1000円、2000円だったら、結構歩く人もいるし、まさにその、健康も促進できるし、はい、それによってお金も稼げるし、まあ、それによって、こう、まあ、人が、入ってくれば広告費も入るし、みたいなので、まあ、いろいろやったんですけど、まあ、それも同じように、あの、じゃあ、100万、200万使うことができて、難しいですね。20万、30万みたいな、ことが生まれて、まあ、すごくこう盛り上がって盛り下がったっていう現状が、今があって、で、それもそのステップもすごい本当に、素晴らしい、企画で、多くの、今でも多くのファンがいるんですけども、まあ、そこから正直、ヒットタイトルって生まれてないんですよ。なるほど。はい。で、それはその、まあ、その、やっぱ仕組み自体がそういう仕組みなんで、儲かると思って作ってるプレイヤーは結構いるんですけども、その、まあ、正直損してるユーザーもかなり多いですし、もう、そういう人でもうやりたくないじゃないですか。はい。そうちょっとトラウマになっちゃいますよね。もうやめとこうかなみたいな。はい、だしそういうのもあって、結局はそのユーザー数がそこまでやっぱり多くない。その、セップも、多いとき多分数十万人ぐらい日本で、まあ、世界ではその倍ぐらいかな、100万弱ぐらいまであったみたいなんですけど、まあ、言ってもそんなに大きな数じゃないし、一人当たりの使うお金の額が大きいんですけど、やっぱりそのまま広がってないので、まだユーザー数が全然多くない中で、まあ、いろんなタイトルが出てはきていて、で、まだその、まあ、何が正解なのかっていうのが、導かれてないっていうのが、一応、まあ、今、まだ、そういう状況ですね。でも確かに今のお話聞くと、ルール作りであったり、コミュニティ作りとか、なんか、そういうのをちゃんと相当考え抜いてやっていかないと、
その謎のお金が急激に流れてきて、なんか場が荒れるみたいなことが起きるっていう。そうですね。はい。はい、わかりました。はい。で、そんな中で、そういうのをいろいろ調べて、知り尽くしてる辻さんが、今回、コイン娘を立ち上げてるっていうところで、なんかどういうところを意識して、立ち上げてるっていうような感じなんでしょうか。はい、ありがとうございます。もう、その質問が素晴らしすぎて。今回の動画を見ていいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。また感想はコメント欄やツイッターでもお待ちしております。私も全件リアクションさせていただきます。またビジオタチャンネル今スポンサーを大募集中でございます。気になる方がいたら、私の SNS までご連絡ください。また出演者の方に何かお問い合わせあれば、そちらも、私に直接ご連絡いただければなるべくおつなぎできるようにいたします。